こんにちは、デラブです。今回は今池周辺の飲食店さんを紹介します。まずは2023年3月にオープンした町中華屋さんへ伺いました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。昔ながらの中華料理店の雰囲気でした。麻婆豆腐を注文。ボリューム満点で驚きました。辛さもありますが後味に甘みも感じられとろみも良かったです。餃子を注文。皮の食感がよく美味しかったです。チャーハンを注文。卵の風味が良いチャーハンでした。中華そばを注文。昔懐かしい見た目の中華そばでした。スープは少しこってり感がありました。中太ストレート麺がスープとよく絡みました。今池の隠れ家的な焼肉店に伺いました。店内はカウンター席とテーブル席、掘りこたつ席がありました。国産にこだわった上質の焼肉を楽しむことができます。注文を受けてから味付けする新鮮な和牛がいただけます。塩タンを注文。ジューシーで美味しいタンでした。トマトスライスを注文。新鮮で甘みも感じられるトマトでした。和牛カルビを注文。脂が乗ったカルビでしたが甘みも感じられ美味しかったです。和牛上ロースを注文。厚みもあり食感もよく絶品でした。和牛ハラミを注文。柔らかく美味しいハラミでした。牛心臓を注文。心臓の風味とタレの相性が良かったです。石焼きビビンバを注文。具沢山で美味しかったです。続いて2023年3月にオープンした焼き鳥屋さんに伺いました。店内はカウンター席のみでした。清潔感がある店内で煙の匂いが気になる方でも楽しめる雰囲気でした。ワインやスパークリングなどのおしゃれな酒もありました。お通しは野菜スティック。味噌の濃い味付けがお酒との相性が良かったです。ポテトサラダを注文。じゃがいもの旨味が感じられ美味しかったです。ネギマを注文。ジューシーでネギとの相性も良かったです。つくねを注文。小ぶりですが味が濃厚でした。せせりを注文。ジューシーで美味しかったです。ぼんじりを注文。食感もよく美味しかったです。アスパラ肉巻きを注文。アスパラのシャキシャキとした食感が良かったです。豚バラを注文。大きく食べ応えがありジューシーでした。トマトを注文。熱々でしたが美味しかったです。心臓を注文。心臓独特の風味が良かったです。続いてジンギスカンが楽しめるお店に伺いました。店内はカウンター席とテーブル席、そして座敷席がありました。
メニューはジンギスカンが中心でした。北海道の契約農場から直送しており、希少な国産羊肉をいただくことができます。またオーストラリア産の羊肉もあり、羊肉の種類は豊富に揃っていました。カウンター席があるので一人で楽しめるのも個人的に良かったです。ジンギスカン盛り合わせ野菜付きを注文。ショルダーバラももお肉がついており、どのお肉もジューシーで美味しく、ラム独特の臭みも一切感じなかったです。一番最初だけ店員さんが焼いてくれ、焼き方などを教えていただけます。骨付きラムカルビを注文。大きく食べ応えがあり絶品でした。ラムタンと希少 VT ボーンを注文。こちらはオーストラリア産ラム。ボリューム満点で美味しかったです。国産羊ソーセージを注文。パリッとジューシーでした。続いて味噌ラーメンを食べに伺いました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。入り口すぐの券売機で券を買って着席するスタイルでした。メニューは味噌ラーメンが中心。餃子や唐揚げのセットメニューもありました。北海道から味噌ラーメン大盛りを注文。スープは味噌のコクがありましたが、あっさり感もありました。麺は中太でもちっと食感でした。味噌唐揚げプラスライスセットにするとボリューム満点でした。続いて今池駅7番出口すぐにあるホルモン焼き屋さんへ伺いました。店内はテーブル席のみ。テーブル席のみですが、一人焼肉も気軽にできます。メニューはタッチパネルで注文するスタイルでした。トンちゃんメニューから焼肉メニューまで揃っていました。カツを注文。風味もタレの味も良かったです。タンを注文。肉厚で食感も良かったです。味噌ヒレを注文。柔らかくて味噌の味付けもよく絶品でした。豚バラを注文。肉厚で脂身と赤身のバランスが良く、ジューシーで美味しかったです。続いて今池定番のお店へ伺いました。名古屋人が愛する名古屋を代表する人気店。この日も夜遅かったですが満席に近かったです。今池以外にも支店がありますが、どこも人気店になっています。一般的な中華メニューが中心で大人から子供まで愛されています。チャーハンを注文。パラパラで優しい味わいのチャーハンでした。台湾ラーメンを注文。名古屋飯として定着してきた台湾ラーメン。めちゃくちゃ辛いのに絶対注文してしまう一杯。中太麺が具材とスープとよく絡みました。ひき肉が甘みを感じられ美味しい一杯でした。麻婆豆腐を注文。辛さの奥にある甘みがよく美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。また次回までさようなら。